さて、ここからが本番だ。ご起立ください。ま、今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君に風呂のいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。ところで現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです？おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果カムロ署御用達の先生はサジを投げ、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか。いや、少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから、そろそろ。また新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏性か。少しのんびりしちゃどうだい。仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。まったく聞きゃしねえな。じゃあ恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。
そんじゃ行くか、タボー。一軒、町のぼったくり店をお掃除しにな。うん、行こう。よっしゃ、そう来なくっちゃな。ここだな。お前がケイコちゃん連れ込んだぼったくり店は。そうだよ。だから俺はもうここまでで勘弁してよ。何勝手なこと言ってんだ。店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ、あんたらもだぞ。へえ、そんなに怖いの、その店長。そうだよ、手下もいっぱいいる。どの道女を食い物にするクズだ。きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。ああ、ん、杉浦からだ。ああ、なんだよ、このタイミングでか。すっごけんな、ったく。よ、久しぶりだな。そうだね、話すのは半年ぶりかい。元気だった？ああ、あのね、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、ヤガミさん。実は僕、この間からつくもくんと新しく探偵事務所を立ち上げたんだよね。ん？おい、ちょっと待った。なんだって？探偵になったってことか、お前が。そう、横浜でね。一応ヤガミさんに遠慮してカムロ町は避けたわけ。な、話がいろいろ急だし。それにつくもくんとって、あのつくも？他にどのつくもくんがいるの？ハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃん。それにあの人なんか波長が合うんだよね。おい、早くしろよ、タボ。で、今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ、先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い、その話急ぐか。俺らこれから勝ち込みなんだ。勝ち込み？何それ。終わったら後で話すよ。え、何なの？教えてよ。お待たせ。じゃあいいな、行くぞ、タボ。コウスケ、どういうことかまず説明しろや。店長、いえ、あの浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえ、その声さっき電話で話したやろうか。八神探偵事務所だ。ん？探偵で八神って、お前あれか、昔松金の組長が面倒を見てたっていう。ほら見ろな、カムロ町でうちの名前知らねえなんざもぐりよ。はあ、ちなみに俺はその松金組にいた海老ってんだ。お前も話には聞いてる、有名だよな。まあそうかな。松金の海藤といえ、おつむの弱さで知られてる。笠寺に組の金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎、何にも知らねえくせに。あれはな。まあまあ、ほっときなって。クソが。それより今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。こっちも仕事だからさ。そうかよ、やってみな。こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板しょってバカだったよ。
この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまりここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。最高だろ。いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。じゃあ追っ始めると。あれ？あ、ちょっと待った。矢上氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですが。ああ、つくも。今はちょっとタイミングが。やっぱり忙しかったんですね。杉浦氏から矢上氏にガチャ切りされたと聞きまして。何か気を悪くされたのですか？僕はもう心配で心配で。ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなの言って。そうはいきません。今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。同僚のミスは僕のミス。それが社会人の礼儀、人間としての常識。わかった。じゃあ後で聞くから。後でというとこちらからかけ直すべきでしょうか？だとするとおよそ何分後にかければよいか。で、どこまで話したっけ？ふざけやがって。そりゃねえだろう、ターボ。てめえらぶっ殺してやる。矢上さん、海藤さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやー、よかったね。これまで払わされた分全部戻ってきたって？そうなんです。本当になんてお礼を言ったらいいか。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしな。そうでしたね。は？いや、冗談ですって冗談。で、ぼったくりの連中は結局どうだった？連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから。康介の野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで一件落着です。でも怖いですね、神室町。いい勉強になりました。そっか。ええ、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントかよ、恵子ちゃんな。そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかい？なんでですか？ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。そういうこと、今時は当たり前なんだって。ああ、そんなこと言ってっと事態に置いてかれるぞ。へいへい、せいぜい気をつけます。そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。そうだな、もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっかしけ込んだか？甘いな。
まだどうにもなってねえよ、あの二人は。近くで見てりゃわかる。それも年の功ですかい？おう。俺はお前らよりよっぽど馬数踏んでんだ。松金のおやっさんと一緒に。ああ、そうだったな。松金はヤクザ、俺は弁護士。裏と表って別の世界の人間だったが、この神室町で精一杯生き抜いてきた。いわば戦友だ。お前らもたまには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえす。じゃあ俺らももう行きます。そうか。お邪魔しました。沙織さんたちとはまた今度。ご起立ください。では判決を言い渡します。主文、被告人江原明弘を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて。初犯なのに執行猶予もなしですか？ええ、本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。ん？立ったままで聞きますか？裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか？はあ。何を急に。何の話ですか？分かりませんまだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越柴博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった蛮子に値する人間です。それが何の罪にも問われず、ずっと濃々としていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。あの弁護人、これはどういうことですか？これはその、あの、いやー、今日は久々に仕事したな俺ら。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。へえ、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、なんだそりゃ。マジかよ。だよ、あのクソゲークリアできるかっていうの。無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。ウサバラシに適当なやつ見つけてやっちまう。それもそうだな。
ったく、時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。時間食っちゃったよ。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
ここが八神探偵事務所。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでるって感じだ。意外にハイテクも駆使する。まあでもうちの基本はだいたい体を張ってたまに頭も使うスタイルだ。Thank you.